クリスタルキングは CK だよ。CK。CK。いや、最後の曲。もう？オリジナルをやります。これも大学2年の時ですね、に作った曲になります。5年前あの涙を忘れないっていう曲で、まあオリジナル30曲ぐらいあるんですけど、ほぼ恥ずかしくて発表できないようなさっきの最初にやった妖精というのも何を、ね、メルヘンが歌ったってことだったんですけど温帯カボタストっていうとこがもう8月、去年の8月に閉店したんですけど、そこでやるとフルあのさっきみたいにフルバンドでフルバンドにしてくれるので、それで、ね、オリジナルコーナーに入れてもらった曲が4曲ぐらいありまして、で最初にやった妖精も去年の3月、ちょうど1年ぐらい前に録音してます。まだ未だに公式サイト自体が残ってるんで、それで聴くことができます。今からいる曲は入ってないんですけど、オリジナルを作ってる時に、自分でちょっとアルバムでも作ってみようかって言った時に、エンディングのふさわしい曲、B 面の一番最後にふさわしい B 面の曲を作って、 B 面の最後、今ここにいる人たちは B 面っていう言い方分かりますよね。みんな分かる、そうか、 CD は B 面だよ。分からん言ってるよ、いいけど飛行機のせいだよ、飛行機だから分かんないですね。飛行機だから分かんないな、練習だったから。やっぱり Oh,